宇宙飛行の記録一覧は、有人宇宙飛行における最多、最長、最速などの記録の一覧である。当一覧において、無人機の記録及び一覧は著名なものを除いて、含まない。1994年1月8日に、ソユーズ TM-18 で打ち上げ、ミール l d 4に4 3 7 7日間滞在、彼は、 地球の周回軌道を7,075周し、総飛行距離は3億76万5千 km である。1995年3月22日に帰還。この記録の保持期間は700計1,250兆25年3020日である。女性の単一ミッションでの最長宇宙滞在時間記録195日。2007年の国際宇宙ステーション第15。 自長期滞在で達成。彼女は2007年6月22日の STS-117 で地球に帰還した。ソビート連邦とロシアは1989年9月5日のソユーズ TM-8 の打ち上げから1999年8月28日のソユーズ TM-29 の着陸まで3644日に 渡って宇宙に人間を滞在させ続けた最長期間記録を保持している。これは10年に8日ほど足りない。ソビエト連邦とロシアは、友人のソユーズ22機を打ち上げ、すべて軌道上のミール宇宙ステーションにドッキングした。さらに、アメリカ合衆国のスペースシャトルアトランティス、エンデバー及びディスカバリーは1995年から1998年に、 かけて、ミールと9回ドッキングし、8回の訪問者の送迎を行った。この記録の保持期間は 700K1210 兆21年162日である。アメリカ合衆国とロシアは、2000年10月31日に、ソユーズ t M-31 を国際宇宙ステーションへのドッキングのために打ち上げて、以来、共同で宇宙空間における、 有人宇宙飛行を維持している。ISS は700系1200兆20年97日間連続して使用されている。ISS 計画が計画通りに続けば2010年10月23日でミールの記録を破ることになる。1963年6月14日から19日の期間ボストーク5号で4日と23時間過ごした。 この飛行で記録された宇宙飛行時間記録は1965年のジェミニ5号乗組員によって破られたが最長単独飛行記録での記録保持期間は700計1570兆57年231日である。1966年2月22日に打ち上げられたコスモス110号の中で22日間を軌道上で過ごし3月16日に帰還した。 この記録の保持期間は 700K1540 兆54年326日である。アポロ17号のミッションにおいて、1972年12月11日の着陸から74時間59分40秒月面に滞在した。この記録の保持期間は 700K1480 兆48年56日である。アポロ13号上組員のジムラベル。 フレッド・ヘイズ、ジャックス・ワイガートが月の裏側を通過したとき、月面からの距離は 254km、地球からの距離は40万17 171km だった。この最延対地距離記録は1970年4月15日0時21分に達成され、未だに破られていない。この記録の現在までの保持期間は700計1500兆、50年296日である。 1966年9月14日、ジェミニ11号は、アジェナのロケットエンジンに点火し、打ち上げから40時間30分後、電地点 1374.1km に到達した。この記録の保持期間は 700K1540 兆54年144日である。アポロ15乗組員のトーマス・スタッフ・フォード、ジョン・ダブリュー・ヤング、ユージン・サーナンは、 有志以来の最高体地速度記録である3万時速 9896km を達成した。1969年5月26日以来の記録保持期間は700計1510兆51年255日である。ジョン・ H ・グレン、77歳、1998年10月29日達成。 この記録の保持期間は7 0 0千1 2 2 0兆22年99日である。ゲルマン・チトフ、25歳、329日、1961年8月6日に、ボストーク2号で達成。この記録の保持時間は7 0 0千1 5 9 0兆59年183日である。7回6回、セルゲイ・クリカレフは、ソユーズ、スペースシャトル、ミール、 国際宇宙ステーションでの6回の宇宙飛行において803日プラス9時間39分、または2.2年滞在した。ペギー・ウィットソンは ISS での2回の宇宙飛行において滞在時間376日プラス17時間22分を記録した。詳細は宇宙 UAL 移籍時間記録の一覧を参照宇宙飛行士トップ50。 2009年12月23日、現在。2013年6月22日、現在有名な無人宇宙飛行の記録。総合リファレンス、日本語英語。ありがとうございます。